皆さんこんにちは、旅するアーティストタリキペインターのちくうです。今日はこれから調布方面に向かいたいと思います。今新宿です。お昼前ぐらいには着くと思います。お待たせしました。それだけでしょ。おお。これどこに？あ、ここか。おー、鬼太郎茶屋。下駄が屋根の上にあるな。いいな、これ。かわいい。おなんか4人部屋らしいんですけど、これって多分今僕以外は誰もいないんでしょうね。うん、な感じっすね。外はこんな感じですね。はい、今日は、調布市の深大寺に行ってきました。いや、すごくね、いい場所でしたね。うん、空気がいいというかね、本当になんかすごい気のいい気の満ちた場所というかね。で、あの、まあ、調布といえば水木しげる先生がね、あの、住んでらっしゃった場所ですし、まあ、それにちなんだ鬼太郎茶屋とかね、あ、もうちょっと壺でしたね。で、そばも本当美味しかったですしね。うん、まあ、なんせあの雰囲気、周りのそのまあ、蕎麦屋さんもとかね、いろいろとお土産屋さんとかいっぱい並んでて、で、まあね、やっぱりその上の昨日の上野に続き、まあ、日曜日だからっていうのもあるんですけど、結構ね、人が、出てるなぁと。だからあれ、もっとコロナじゃなかったらもっといるのかなっていうぐらいすごくね、にぎわっていて、あとすごく、まあ、目についたのがね、ワンコが多いんですよね。犬を連れている方がすごく多くて、あそこだからペット OK な感じ、あのお店もね、連れて入れるとこもあるんでしょうし、そういったところですごく多くてね、また可愛い子が多くてね、すごくいいなって、それも含めて思いましたし、うん、いや、良かったです。そう、以前ね、ちょっとね、深大寺はいい場所だよって勧められたもので、気にはなっていたんですけど、今回まあたまたまね、ほんとね、行く機会ができてね、うん、ほんとありがたいなと思ってます。ちょっとせっかくね、東京滞在するのにどっかなんかあるかなとか思いながら、行ってみたいところかとか思って、ちょっといろいろ聞きながら、あ、その中の候補に出てきたのが深大寺で、その前にね、もう何年か前にいいとこだよって言われてたから、あ、そうやったらやっぱそこかなと思って、やっぱ行って本当に良かったですね。うん、全然やっぱなんていうんですか、その23区のね、まあ今日新宿からオープニングをお届けしてましたけど、まあ全然雰囲気違いますし、あーね、やっぱすごい落ち着くし、もう深大寺のあたりなんか特にね、本当に良かったです。いやー、あれはそうっすね、また行きたいなーって。歩いてて結構ずっと歩いてたんですけどね、全然ね、苦にならない、楽しくてね、うん、僕結構疲れやすい方だと思うんですけど、全然悔いにならなくて、もっともっとなんかいろいろ回れたかもしれんなとか思いながら、うん、いい感じ。まあでもすいません、そうですね、何時からかな、もう昼前には行ってたんで、まあ3時間できたら、もうちょっとかなは、深大寺に滞在していて、うん、すごくね、やっぱりそういった郊外っていうんですかね、23区内じゃなくて、ちょっとこうもう少しこう外れたところに面白い場所が、ああやって静かでいい気に満ちた場所っていうんですかね、うんと、うん、今日みたいな場所にね、もっとこれからも
東京来る機会があったら行ってみたいなって思いましたね。よかった、本当よかった。で、今は、2軒目の宿、昨日の上野のブリッツはね1泊だけで、今日からはあの神保町の、桜ホステルですかねというところにいるんですけど、あ、すいません、桜ホテルですねというところにいるんですけど、ラッキーなこと、まあ、さっきもちょっと映しましたけど、ラッキーなことにここドミトリー4人部屋なんですけど、うん、なんかちょっとこうね学生の寮にありそうな作りですね。このすごい4人かみたいな、これ埋まってたらちょっとあれですけど、誰も今の時点で、今日はここは僕一人らしいのでありがたいです。本当もう個室状態ですね。でテレビもあるんで、後で、8時からはね、大河ドラマもここで見れるしなと。あとはそうですね、明日またちょっと紹介、明日かな、まあ紹介しようと思うんですけど、すごくあれです、あれですって言ってません、あの充実、その1階があのカフェになってて、でまあそのもちろん宿泊者以外の人も使えるんですけど、で宿泊の人は、フリードリンクでね、あ、飲み放題で、朝はなんかパンとか無料らしいんですけど、あとは普通にフードが結構あって、それもまた世界各地の各国のいろんな国のねメニュー結構多くてね、それなかなかちょっと後で食べようと思うんですけど楽しみでね、はい、まあ、そういったところもちょっとレポートできたらまあ明日以降ですけどできたらなと思ってます。すごく、うん、ここは当たりですね。場所も立地も駅からめちゃくちゃ近いですしね、うん、で、神保町は画材屋さんもありますし、まあそうです、明日ちょっと、そうです、明日はとうとう高島平のタイムスポットで、午後からね、書かせてもらうんですけど、その準備も、ここで済ませられる、駅周辺で済ませられるのですごく助かります。うん、で百均もその近くにあるし、ダイソーかな、ありますし、良かったなと思います。さあ今日はまあちょっとねゆっくり休んで、昨日どうしてもねお酒をちょっと飲んだので、で睡眠時間めちゃくちゃ短いとかではないけど、やっぱちょっとそういった意味では、うん、宿に来てからちょっとこう疲れが出てきてるかなって。神大寺でね、ブラブラ散歩してた時全然感じんかったんですけど、本当に、うん、やっぱりこう帰ってきてるというか、こっち来てからちょっとこう疲れが出てきて、あ、やっぱまだちょっと、うん、今日は少し早めに寝ようかなって、まあ、静かそうなんで寝れるかなって感じはします。よかったです。なんか東京もやっぱりねこういろいろ見ていくといいですね。まあお寺なんかやっぱり周りに、お寺だって神社とか周りに結構緑があったりするから、そういうところをまあメインにして、あとまあ公園もそうですけど、なんかいろいろとこう見ていきたいなと思います。ちょっと今回は時間がなくて美術館とか行けなそうな感じではあるんですけど、それもね草津から、まあ、草津に滞在中もし休みがまとまって取れたらまた東京来てもいいかなと思いますし、まあ、もしくはね草津の仕事終わったタイミングでこっちに戻ってきて、その時にねまた、いろいろ行けたらなみたいなのはちょっと考えてます。いいですね、ほんとね、なんだろうな、やっぱうん、すごく普通にというか、ただただ噛み締めてるというか、いいですね、うん、楽しいです、生きてるって楽しいなみたいなね本当にそう思うんですよね。ありがたいです、うん、いや今日また本当後でご飯も楽しみですね、本当。よし、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。うん、神大寺本当最高でした旅するアーティスト、たりきペインター地球でした。どうもありがとうございました。